こんにちは、あなたの理想不動産です。本日、やってきたのは、ミスタードーナッツ、ではなく、世田谷区の、北見。駅前が、広々としていて、いいですね。サミットストアも、大きいし、この街に住めば、買い物に困ることは、なさそうだ。さて、せっかく北見に来たことだし、北口にある、ミスドでも行くか。オールドファッションが、私を待っていますから。皆さんは何のドーナツが好きですか？ここ、北見は、世田谷区の、西端に位置していまして。ぶっちゃけ、ほぼ、狛江市です。なので、ここ、北見に関しては、家賃相場も、結構安かったりします。し。これから、訪問させていただく、物件の家賃は、めっちゃ高いです。なぜなら、今回の物件は、庭付き、一戸建てで、おまけに、今年3月に、リノベーション済み、という、超、豪華物件だからです。2階建てのお家で、部屋数も、かなり、多いんですよ。なんでも、民泊や、グループホームとしても、利用できるんだとか。確かに、Airbnb などに登録して、民泊サービスでもやれば、バカ高い家賃でも、全然ありかもしれませんね。ちなみに、今回のテーマは、チャンネル史上最も〇〇が広い物件。〇〇の部分に何が入るのかは、現地に着いてからのお楽しみですよ。タクシーから降りました。この辺りは、道がかなり入り組んでいる。ということで、ここからは徒歩。といったそばから、もう着いてしまいました。こちらが、北見駅、徒歩16分の、チャンネル史上、最も〇〇が広い物件です。こちらの、オシャンナゲートをくぐった先に、細長い通路が続きます。いきなり2階に上がれるよう、階段が取り付けられていますね。ただ、玄関らしきものが、まだ見当たりません。とりあえず、敷地内を、ぐるっと回ってみますか。ここに扉はあったけど、これは明らかに、勝手口ですよね。ここが、正規の玄関ではないでしょう。ん？なんだこの小さな扉は。子供用か？うおー、開いた。まさかの物置。家の中には、一切繋がってませんでしたね。このまま進むと、どうやら行き止まりっぽいので、引き返します。となると、この緑が生い茂った部分を、進むしかないのか。本当にこの先に、玄関なんてあるのありました。この家を借りたら、玄関周りの手入れは、必須ですね。それでは行ってみましょう。あなたの理想不動産。いざ、入室。お、玄関バカ広。この匂いはなんだ？なんとなく懐かしいような。そうか、この家。おばあちゃんの家の匂いがするんだ。もはや、初めて来た家とは、思えなくなってきたなー。さて、まずはこちらの、やや年季を感じる、シューズラックを開けてみましょう。はい、タワマン級です。よく見ると、棚は、取り外しできるものもあるようなので、傘立てエリアなども、作れそうですね。そのまま、玄関を上がって正面にある、クローゼットを開けてみましょう。押し入れを、スパッと縦に切って、細長くした感じの収納でした。奥行きもありますし、このスペースだけで、かなり収納がはかどりそう。そしてこちらが、6畳の和室。玄関でふわっと香った、おばあちゃんの、家の匂いの、原因の一つは、この和室かもしれませんね。出ました。掛け軸をかけるエリアです。その下に壺でも置けば、もう完璧。そしてこちらは、和室につきものの地袋。ご自宅に、和室がある方にお聞きしたいのですが、地袋って、普段、何を入れてますか？そして、こちらの障子窓を開けると、そこは、庭。今はすっかり、荒れ果てていますが、ちゃんと手入れをすれば、縁側として、
夏の間なんかは、重宝しそうですね。では、押し入れも、開けてみましょうか。な。どう見ても押し入れだと思った。その先には、6畳の洋室が、現れました。随分広い、押し入れだ。こちらの洋室に入るには、必ず、手前の和室を経由しないといけないという、謎な作り。つまり、和室で暮らす人の、プライバシーが、完全に崩壊します。民泊にするなら、和室と洋室を、セットにするのかな？いっそ、襖を取り外しちゃっても、潔いかもしれませんね。洋室の奥には、折戸の収納がついていました。でも、なんか見た感じ。もともとここは、襖付きの押し入れだったっぽい。それをリノベして、折戸に直したのかな？まさに、和洋折衷。では、一度玄関に、戻ります。ドアがたくさんあって、どこから行くべきか、迷いますね。あえて、2階から攻めるという、手もありますが。ここは無難に、階段横の、扉を開けてみますか。めちゃくちゃ清潔感のあるトイレでした。ここは、リノベした感が強いぞ。壁には、収納が埋め込まれていて、扉を開けると、こんな感じ。よく見たら、コンセントもついてます。何に使えばいいんだろ。ディフューザーを、置くのかな？せっかくだから、このまままっすぐ進んじゃいましょう。うわ、ひっどい、水回りだのう。いや、こんなに広いのに、防水パンはないんかい。こんなに広い洗濯機置き場なら、洗濯機を置く前に、防水パンを、設置しておきたいですね。洗面台は、鏡の両サイドに、ポケットがあるタイプのもの。洗面台の右隣には、スペースがあるので、棚も置けちゃいますよ。お風呂場は、浴槽は、そこまで大きくはありませんが、洗い場が、バカ広いです。こんな、バランスのお風呂場、見たことない。しかも、シャワーをよく見ると、通常の、シャワーヘッドに加えて、海外のホテルでよく見る、固定式もあるでよ。リノベしたからこうなったのか。では、突き当たって、左にあるお部屋に、お邪魔します。こちらは、10.6 畳の、ダイニングキッチンです。キッチンは L 型で、シンク、バカ広。作業スペース、バカ長。3口コンロにグリル付き。これだけ作業スペースがあれば、卓上食洗機も余裕で置けそうですね。また、換気扇に加えて窓もついているので、気になる匂い対策も完璧。上下の収納を全部開けた状態がこちら。よほどの料理好きじゃない限り、持て余してしまうレベルです。そして、コンロの隣が冷蔵庫置き場。さらに、その隣のスペースも空いているので、大型の食器棚も余裕で置けるでしょう。民泊やグループホームとして活用するなら、バカでかいダイニングキッチンは欠かせませんから。その意味ではバッチリです。キッチンに隣接するのが、9畳のリビングです。リビング単独でこの広さ、なんて贅沢なんでしょう。なんか、任天堂スイッチの CM に出てくる家のリビングって感じ。親族がワイワイ集まってゲームするにはこのぐらいの広さが必要ですよね。果たして私はいつになったらこの規模のリビングを持つ家に住むことができるんでしょうか。もしかして一生持てないのでは。おっと、いけないいけない。ついつい悲しい未来を想像してしまいました。ま、前向きにならないとね。いつか私だって、庭付きバカ広リビング戸建てに、住める日が来るさ。ちなみに、こちらのリノベ扉を開けると、玄関付近にあった収納と、ほぼ同じものが、登場。これって、元から、あったのかな？それとも、リノベの際に、わざわざ追加したのかな？何にせよ、この規模の収納が、ちょこちょこあるので、荷物の多い方は、大助かりでしょう。では、通路を挟んで、
反対側のお部屋にお邪魔します。こちらは6畳の洋室でした。部屋数が多いので、この部屋が夫婦の寝室なのか、子供部屋なのか、それとも子同士部屋なのか、もはや皆目見当はつきません。そしてこちらのお部屋はリノベされた押し入れに加えてクローゼットも用意されています。この部屋はキッチン、リビング、水回りにも近いし、先ほどの和室、洋室セットと違って、ちゃんと個室として利用できるので、おそらくこの家の中で一番いい部屋になりますよね。つまり、民泊に出すならこの部屋は一番高い値段をつけることができます。一泊1万円でどうでしょうか。駅徒歩16分の時点で、1万円はありえない?確かにその事実を、すっかり忘れていました。しかし、高額な家賃をペイするためには、致し方ないのです。おや?この部屋、どうやら、もう一つ、ドアがあるみたいです。せっかくだから、開けてみますか。あ、なるほど。このドアが、勝手口なのか。この部屋の人だけ、玄関を使わずに、自由に出入りできるとは。やっぱこの部屋だけ、めちゃくちゃ恵まれてるやんけ。やはり、1万円を、頂戴するしかないようですな。一階だけでも、相当見応えあったけど、まだ2階があるぞ。2階は、部屋が2つしかないのか?ということは、とんでもなく広い部屋が待ってることになるぞ。せっかくだから、俺はこの左の扉を選ぶぜ。7.5 畳の洋室。広おう。ていうか縦長こんだけ縦長なら、ダーツの練習場を作れそうですよね。この家から、プロダーツプレイヤーを目指す。狙え、年収1億円。では、もう一方の、お部屋に行ってみましょう。あれ?こっちは6畳か。広いは広いけど、何かがおかしい。本来なら、もっと広くても、いいはずだな。こちらの部屋のクローゼットには、謎の、白いキューブがあります。え、何これ?中が収納になってるわけでもなく、ただの、出っ張りやん。じゃあいっそ、こちらの部屋は、この出っ張りを活かして、部屋のあちこちに白いキューブを置きまくり、こんな感じの部屋にするというのはどうでしょう。発狂すること間違いなし。お、ベランダがあるぞ。ベランダは決して広くはありませんが、日当たりがいいので、洗濯物を干すにはぴったりですね。なんかあっちに部屋があるっぽいぞ。どういうことだ。例のパターンか?じゃあ早速、このドアを開けてみましょう。お引っ越しはあなたの理想不動産で。うせやろ。この家、まだこんな隠し玉を持っていたとは。1、2、3、4。この和室、24畳、あるじゃないですか。24畳って、和室以外でも、なかなか聞いたことないですよ。風通しも良く、いい感じに、いぐさの匂いもするので。まるで、田舎のおばあちゃんの家に、ワープしたかのような錯覚を覚えます。ちょっとこの和室、広すぎない?という方のために、真ん中で、部屋を仕切ることも可能で、おまけに、埋め込み式のエアコンも完備。冗談じゃなく、ここで、茶道や華道の教室を、開けますね。それなら、月4回の稽古で、1万円ぐらい、月謝を取れますから。生徒をたくさん抱えれば、高いお家賃も、怖くありません。よし、私がこの家を借りたら、アナリソ流という、茶道流派を作って、流行らせるか。最後に、押し入れをチェックして、終了です。出たよ。またしても押し入れと見せかけて、押し入れじゃないパターン。何回騙されればいいんだ。この廊下には、簡易キッチンがあって、奥には広い玄関が。なるほど。2階の和室には階段を登って直で行けるようになってるのか。
もともとは、2世帯住宅だったのかな？玄関隣のドアを開けると、広いトイレが、現れました。1階のトイレの、3倍近い広さです。激狭物件ぐらいの、広さがありました。今回お伺いしたのは、北見駅徒歩16分の、チャンネル史上、最も和室が広い物件です。間取り図がこちら。これからも、バカ広戸建て庭付き物件を、見たいという方は、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。生活する姿を、よりイメージしやすい穴場物件は、公式インスタグラムで紹介していますので、物件好き、妄想好きの方は、そちらもチェックしてみてください。本気でお引越しをお考えの方は、概要欄から、あなたの理想不動産、公式 LINE を追加して、お問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画で、お会いしましょう。